たちの未来壊させはしない。見てろバカ。なんだ。別に言うべきことは全て吹っ飛んだ。バカの横やりでな。てめえ前。忠告しておく、その槍が向くべき先は目先の獲物だけではない。秀吉様の気づく世だ。進む道を間違えれば全てが壊れる。説教かよ頭でっかちが。つうかてめえは。おい。え？うわあ！バ。ま、バカに説教する方もバカだってことだ。最善を尽くせ。俺たちの未来を壊されぬように。壊させなきゃいい。何があっても。俺たちで体張ってな。しゃあ！天正10年6月、織田信長は明智光秀の謀反に遭い、天下を目前にしながら本能寺に消えた。その光景は光秀を倒し主君の仇を報じた羽柴秀吉と織田家重臣柴田勝家との間で争われた。勝家と対決すべく賤ヶ岳に向かう秀吉の傍らには小輩の将たちが秀吉の天下をなすべく功を競っていた。知略の石田三成、武勇の福島正則、知勇領略で秀吉を父と慕う加藤清正である。私はわしの子も同然じゃ。期待しとるぞ。三成、清正、正成、頑張ってね。よっしゃー、一番よりは俺がいただきだ。とりあえずちゃんと前見て戦う。バカが束になると想像しくてかなわん。秀吉様の気づく世の。
やるぞ。ようやった。次は俺だ。重要拠点の静ヶ岳砦で落とせるか。シュー。女取りで俺らだけで楽勝だ。ああ、王様の家の結束、この仕事でやる。最高だろ。 帰るべき家を直す。最高だろ。大丈夫だよ。ジトシエはうちの人とやり直せる。壊れたって直せばいいだけなんだから。お見事。これぐらいやって当然だろ。 お前なら当然だ。
勝手を通せ見事じゃ見とれてしまったぞシステム守りたいのがあったんだなら壊されないよう守る役目だろうか何しに生きるんだろうか来るがいいここに恵まれたようだな猿そうさ奴らがわしの夢形作ってくれるんじゃ秀吉様の夢俺たちの家俺が守ってやる気をつけな加藤清正ら子飼いの師匠の活躍もあり秀吉は賤ヶ岳の戦いで勝利し信長の後継者の座を確実なものとしたこれに対し信長の次男信雄は三河の徳川家康と組み結果秀吉と家康は対立を深めた秀吉家康両雄は各々の大軍を率い小牧長久手の地に参集ついに決戦に及ぶ秀吉の天下を夢見る清正は同じ子飼いの石田三成福島正則に負けじと意気込んで戦場に立った良いか皆敵はあの家康兵力で勝っても出過ぎるな奴は野戦に長けるふん頭でっかちが分かったようにペラペラとつうかてめえは、はあ、出過ぎたバカは必ず転ぶ自重せよしかも向こうは信雄を擁し大義も得ている頑張らないとなきっとバカの頭じゃ太刀打ちできない頑張ってね三成まあ俺の頭に限っては問題ない出来が違うまあ頭に限らずいろいろななるほど差し詰めバカと大バカとどうしようもないバカってとこですかねなご心配なく三人揃えばバカ力が出せますようえくぜまっすぐ俺たちの道を俺たちの未来を目指してさあ行くね左近長久手砦へ向かえ徳川の本拠岡崎城の目の前にデーッと陣取るぞ家康殿に揺さぶりをかけ敵を分断しちゃるんさこの策の成否が戦ひいては天下を決する重要な役じゃ左近の警護お前に任すぞせよ期待には必ず応えてみせます清正やったな三成に差をつけてやろうぜ天下に一番近いのは秀吉様だこれで家康を討てばそれは不動のものとなる俺が天下を取ってやった
取るのは秀吉様だ。我が子。おねね様、手はず通り。清正の頼みだもの、きっと成功してみせるよ。下がれ！三人とも、お互いの得手を生かし、協力し合えよ。ふん、俺の力だけで十分だ。バカどもは下がっていく。そうしたここが地獄だ。秀吉様の命令だ。最高だろ。そうだそうだ、バカはお前だ、バカ。戦略の用地小牧山を先取りし、がっちり固めてる。さすが徳川家康ってとこですかね。先に取られたんなら取り返せ。それで戦も天下もだ。全ての勝利は秀吉様のものだ。この戦も天下もってところはそうでしょうよ。でも全ての勝利ってのは家康相手には難しい。敵将、討ち取った。戦が動くといいんだがね。小牧山城への道を切り開くぞ。長くて砦が奪われたと。本拠岡崎城が危うい。岡崎城を脅かされぬようわし自ら動けていないか。戦術的には兵力分散の下策と知りつつ、今なら小牧山城が手薄、一気に攻め込むさ。小牧山城さえ取ってまえばこの戦勝ちや。勝利条件変更。全力押し上げる。わしらも前に押し出すんじゃ。手やったぜ。今回の戦、家康と武将はどっちが勝ってもね。どっちが勝っても天下が決した。やつは収束に向かう。俺はそれじゃ嫌です。は一つこれと決めたもんだけ守れればええだ。敵将、勝ってやったぜ。いや、清正かっこいい。ここが地獄だ。最高だろ。敵将、討ち取った。お前なら当然だとだけ言っておこう。勝ってやったぜ。見事じゃ。まとれてしまったぞ。
次は徳川の陣に風穴を開ける。行くぞ！開門！あとは制圧するだけだ。行くぞ！さあ、行ったら、清正！お前なら当然だとだけ言っておこう。お見事、これぐらいやって当然だろ。天下の安定だ。俺のは秀吉様の領、俺たちの家だ。
敵将、勝ってやったぜ。いや、清正、かっこいい。敵将、勝ってやったぜ。おお、ご活躍じゃないか。敵将、勝ってやったぜ。うん、ほんと強い子だね。敵将、撃ち取った。いや、清正、かっこいい。やったぜ。進め。わし自ら猿の国取ってくれようぞ。秀吉様の天下、俺が決する。うん、もう、おいおまんら、天下は一人の力をもってなるものにある。まるで、お見事。俺がやって当然だろ。やるぜ。ここが地獄だ。最高だろ。秀吉様の天下、俺たちの未来、もうすぐだな。だがこれで終わりではない。守らねばならぬ。ああ、守ってやる。俺たちでな。しゃあ。加藤清正ら子飼いの将の活躍もあり、秀吉は小牧長久手の戦いで家康を下し、天下統一へと乗り出した。次に秀吉が目を向けたのは九州であった。九州では島津家が九州全土を飲み込もうとしていた。九州北部の名家橘家の救援要請を受け、秀吉は
清正に立花の救出を命じる。清正は本隊に先立ち九州に上陸。鬼島津の異名を取る勇猛な敵軍を前に、秀吉の世を夢見る清正はひるむことはなかった。九州を統一できれば秀吉様の天下は不老となる。ここが最後だ。守り抜け。二手に分かれ敵の攻勢を削る。宗茂は敵陣を強襲し敵を揺さぶれ。じゃあ敵の先陣は潰しておいて。攻撃開始。進め。俺は秀吉様の命だ。お前たちの援軍に来たもんだ。ならば敵に完全に容赦は無用、情も無用だ。情けは平時にかけるもの、戦場でかけるのは無情だ。ここが地獄だ。最高だろ。行くぞ。よっしゃ、間に合ったようじゃな。敗北条件変更。よう持ちこたえた。あっぱれや。ありがたきお言葉です、秀吉様。敗北。ガキどももやる。まずは満足。体勢を整え。下がれ。遅い。進め。やるぞ。ここは俺の国だ。待て、俺は次に行くぜ。我らも進め。進め。わしらは博多を目指すぞ。進撃開始や。進め。島津の攻撃は止んだ。風が吹き荒れたか。この木を逃すな。攻め入るのだ。岩屋城は宗茂の父が命を捨てて守った城だ。制圧後は奴らに返してやれ。俺は俺でうまくやる。貴様は自分の命だから敵が減らないんだよ。お前はこれに勝てばいよいよわしの天下じゃ。秀吉様の天下、俺がいついつまでも守り通しやるぜ。そいつは無理じゃ。ここが地獄だ。最高だろ。そん時はまた立て直してくれや、清正。やるぜ。戦と博打は引き際が肝要。この城は捨て、何者と合流する。下げ。敵将、勝ってやったぜ。お前なら当然だ、だけ言っておこう。
清正、待て。バカか、なぜ分からん。家康の野心は明白だ。奴を討たねば豊臣が俺たちの家がなくなるのだ。頭使えよバカ、よく考えろ。俺らと奴の実力を、人脈を、志望を、その差を今奴と戦ってぶち壊れるのは何だ。お前か、俺か。俺らの家だろうか。清正、聞け。俺は何が言いたい。言ってみろよ、いつもの調子で。島津を屈服させた秀吉は奥州の伊達、関東の北条も下し、秀吉はついに天下統一を成し遂げた。だがやがてその秀吉が病没する。次の天下を狙う徳川家康は各地の大名を取り組み、強大な勢力となる。家康と対立しては豊臣を守れないと判断した清正は、石田三成と袂を分かち家康についた。清正は徳川勢力として九州の戦いに臨む。そこには同じく徳川についた秀吉の軍師、黒田官兵衛の姿もあった。秀吉様の死後、豊臣は生き残る価値を失う。豊臣もまた騒乱の火種消さねばな。東では家康が三成と衝突して殺されてある。敵は奥州である。中央より侵入せよ。バカか、こんなもんで俺が止まるかよ。奴らは我らを
秀吉様の恩を忘れたと責めている。俺は豊臣を捨てちゃいない。ふん、奇妙だな。兵は豊臣軍と戦っているのだが。なんで俺らが家康に従わなきゃいけねえんだよ。今徳川とぶつかって勝ち目はない。俺たちの家、何をしたって守らなきゃならんだろ。信じてるぜ。ああ、信じてくれていい。俺が答えを出してやる。関ヶ原の三成がやる。豊臣の衰退は歴然。違う道を歩むお前を、そこで何をする。何があっても守ってやるさ。俺たちの家を上等。鉄砲隊、今だ！撃て！かかれ！元はといえば、頭でっかちのせいでこんなことに。言うな。バカは水だけじゃないだろ。Okay.
立花を守れば、そうすれば戦も終わる。鬼の島さん、火星に参った。行くぞ。総理条件変更。銀地よ、合流して戦うんだ。開門。そうはさせん。合流する前に叩く。東軍西軍どちらが負けても豊臣は何とでも言え。俺がなさねばならんことだ。ここで果てるわけには参らぬ。手集めに過ぎんだ。引導を渡してやれ。進め。今頃三成は家康に屈服しているやもしれぬな。それはない。三成は果てようが己を通すやつだ。ずいぶん信頼しているではないか。大事な大事な豊臣の家を割るほどに対立した相手。もはやこれでなのか。者ども守れ。やるぜ。誰も助けてくれよか。最高だろ。なぜ豊臣を裏切った。貴様には誇りがないのか。言い訳する気も必要もない。俺たちが決めた道だ。やるぜ。敵と会ってやったぜ。ここが地獄だ。最高だろ。お見事。これぐらいやって当然だろ。二人組なら俺らが最強だぜ。だろ、ヒロマさん。返答を求めない。困る。進め。我が魂、今こそ披露せん。
よくやった。西軍は撤退したぞ。秀吉様亡き豊臣に存在の価値などなかったわけだ。勘兵衛、何を激す。兵の活躍が証明したことだろう。無駄なあがきだ。何を。天下を動かすのは何か、信頼か、忠義か。いな力だ。力のもとに人が集まり天下を築く。そしてその力は今徳川家康にある。豊臣はもはや天下を乱す火種に過ぎぬ。火種は未然に潰されるのが必然の道だ。いな潰れるのが必然の道と言うべきか。黙れ。お前に人の心はないのか。人の心とは何だ。人間同士のくだらぬ情こそが家を、国を、太平を潰す。慶と石田三成こそがいい例だろう。慶らがたもとを分かたなければ豊臣は壊れなかった。それがどうした。あれは俺の家だ。体張って立て直してやるよ。清正ら東軍は石垣原の戦いに勝利した。同じ頃関ヶ原で徳川家康率いる東軍本隊と戦っていた三成西軍が敗北。三成も死んだ。その後家康は征夷大将軍に就任。徳川幕府下での豊臣家の存続を目指し、清正は和平会談などの試みを行った。だが話は平行線のまま終了する。徳川家康は乱世を完全に終わらせるため豊臣を滅ぼさんと大阪城に軍を進めようとしていたのだ。清正は豊臣の家を守るため決死の覚悟で大阪城に入った。みんな頼む。父の残したこの家を守ってくれ。戦国乱世、この一戦に力を合わせるのだ。俺らの家に土足で踏み込むな。招かれざる客どもは片っ端から蹴散らしてやるぞ。攻撃開始。死んでも勝とうぜ、清正。ごめんな、生きて勝とうぜ。敵将、勝ってやったぜ。勝ってやったぜ。
たちで落とすんだ。伊達男どもの好きにはさせないさ。はざっと片付いた。次、行くぞ。開門。敵陣に食い込まればこの戦況は覆せない。清正殿、私は真田丸に移りなす。なるぜ。危ない、かけた。仕方ない、俺が援護してやる。押しで構わん。前線を押し上げよ。守りを固めろ。入るかな。やるぜ。ここが地獄だ。最高だろ。出過ぎたか。不覚。つもりもなけれ、よく見もしてない。俺の見てる先にあった城はずっとここだ。やったぜ。お見事でございます。味方に疲れが出てるな。このままじゃ行くぞ。逆境にも勝機は必ずある。出ない。おい、卒業だ。エグだ、エグが来たぜ。あれはサコ。嬉しげ、ここは俺が行くんだ。必要なよ、清正。一人じゃない、共に戦う。大変だ。うちの竜が飛び立つ。なるべ。秀吉の城、そこを見台にして取り戻らんぜ。秀吉様の残した城は建物じゃない、手だった。この天下の献上、捨てられるもんなら取れてみな。秀吉、お前の城は本当だぜ。この地獄だ。最高だろ。守りを固めろ。
敵将、勝ってやったぜ。まだまだ序の口ってところだな。敵将、撃ち取った。いや、清正かっこい影から逃げられるもの。再び現れよ。十分に引きつけて打ち掛けよう。攻撃開始。ヨマサ、俺らも負けてらんねえぞ。この戦、わしの手で決めてやるわ。開門、守りを固めろ。秀頼、君が危ない。敵将、撃ち取った。お見事でございます。この援軍、俺の軍略じゃありません。何があろうと豊臣を、友を守るとあの方はおっしゃった。俺の友を、雪村を、そして清正正則。この戦を見越して準備してたってのか。どうです、見事な采配でしょ。頭でっかちに助けられちまったな。これで豊臣を守れなきゃ、あの世で何を言われるか。期待してますよ、お三方の馬鹿力をね。豊臣を生かして何になる、このバカどもめが。竜の進撃、よく止めてくれた。やる
互いに譲れん道か。 そろそろしまいにしようぜ。 無念。 しかしこれで終わりと思うてないぞ。 思ってねえよ。 何度でもやってやるさ。 俺らがいる。 もう何も壊れない。 見えてきたぜ、俺らの家。前。バカ、何度言わせんだよ。もう何やってんの。ちゃんと前見てない。俺だからバカはやだわ。なんだと。大阪城の改修ですか。あ、建て直しには時間がかかるかもしれませんな。あの城は戦火で多くを失う。 何度でもまた気づき直せばいい。また壊れても間違っても何度でも。あそこは俺たちの家なんだから。そんなだからてめえらモテねえんだよ。移動。一緒にしないでよ。また一段と賑やかな家になりそうですな。つか、モテないのはあんたでしょうが。そうです、そうです。うるせえ。 待てよ、清正。またバカばっかりの家になりそうだ。